はい、デュデンです。ってことで、今回もモンハンライズサンブレイクやっていきたいと思います。ね、もう、楽しくてさ、装備作らずにね、キークエやってすぐ撮影ばっかりやってるよね。申し訳ない。はい、もうちょっとさすがに次回は、なんか揃えとこっかな。揃えるって言っても、まあ一部だけかもしれないけど。はい。おでんジャパン待っていたよ。先ほどバハリから急報が入った。ね、水没にいたままの、不要な情報が多く読むのに苦労したが、ようやくすれば大域参考のガランゴルムを発見し追跡中という内容だ。近隣の集落を襲いながら移動しているため速やかに倒さなければならない、倒さねばならない。なぜ大域生物が突如として縄張りを拡大し始めたか。この任務が遂行できれば手がかりがつかめるかもしれない。こたびも私が同行するよ。ありがてぃ。青国の騎士として大域参考の資料を貴殿に押し付けるわけにはいかないからね。緊急クエストとして登録されているはずだ。準備ができたら父姫のところへ向かってくれと。オッケー。やったぜ。また一緒に行ける。フィオレーヌさんと一緒に行けるわ。デート企画。おでんジャパンさん、いよいよ大域参考のガランゴルムを倒しに行くのですね。大きな体とそれを生かした力強い攻撃に騎士たちが押されているとのこと、くれぐれもご注意ください。場所は城西高地。おお、初やね。フィオレーネも準備ができ次第向かうとのことで、お二人ともどうかご無事で。 OK です。行こうか。マジチャブ台が来ちゃうからね。それでは行きたいと思います。よし。無垢なる者、ただ欲望に従い佇む無垢。一元において無垢としか捉えず、その欲望を見落とすことあれば、無垢なる力、無垢なる怒りにまみえることとなろう。より強き力、力の赴くままに増す怒り、触れてしまえば命を落とすほどの、思い知るには手遅れ。その欲望に触ることがあってはならない。らしい性格だったお前が、なぜ、行くぞ。研ぎ方にも無駄がないね。また見るね。
人で治療するんだ。やり狙われてるよ。今がチャンスだ。あの巨体からの攻撃、まともに食らったらひとたまりもないぞ。覚悟しなさい。生物の異変について何かわかるかもしれん。はやっ、精神を研ぎ澄ます。山ほどある。早く狩猟して調査に移らねば。
ミスター飛ぶよ。バンバン撃つよ。秘伝の総流を見せてくれ。怒り浸透といったところか。後で共に反省会でもどうだ。周囲に大型モンスターはいないが、念のため警戒しておこう。多少なりとも手がかりが残っているのはありがたい。縄張りがどれくらい変化したのか。他のモンスターへの影響も調査しなければ。今のは一体何か強い憎悪を感じる。誠に、お見苦しい
一落としモーターマジで。ガランゴルム強いねんけど、普通に。いや、結構真剣に戦ってたんやけどね。ボコボコにやられた。危ねえ。いやー、さっきのムービーやばいな、ほんま。いや、一回見たことあるんやけどさ、全部。いや、改めてすごいね。風で木、ぶち、ぶちって言ってたよ。風で木がぶちって。やばいね。おでんジャパンとのヒオレーネ、よくぞ任務を果たした。いやー、お二人さん、お見事でした。ただね、俺の計算ではあと4秒早く終了するはずだったんだよ、君たちはね。俺のせいですね。4秒は大きい。この誤差が生じた理由を把握しておきたい。体調が悪かったのかな、フィオレーネ。昨夜はちゃんと寝た？おでんジャパン、あ、無視やね。おでんジャパン、改めて紹介しておこう。この鬱陶しいのが研究員のバハリだ。鬱陶しいが、モンスターの研究において右に出る者はいない。タイルガドにある数々の設備もこの男が作り出したと。まあ仕事はできるので研究主任の立場にある。そのため遠ざけられず、私は毎度今のようにうんざりしているわけだ。フィオリーネ、俺の質問に答えてくれ。4秒も謝ったんだぞ、この俺が。昨夜十分な睡眠をとったのか。バハリは大域生物の件で、エルガドが観測拠点になる前から大穴とメルゼナについて研究をしていた。今までもこれからも欠かせぬ人材だ。やかましい研究員だが、うまくやっていってほしい。提督にも言われてるけど。冷たすぎやしないかい、提督もフィオレーでも。まあ、4秒の件は後で考えるかい。そういうわけで、今後ともよろしく、おでんジャパン。それじゃあ俺は大気生物の何が影響して、フィシュテン号の足が姿を現せたのか、いや、見せたのか、カランゴルムと合わせて調査を始めるよ。チェーンのすぐそばに俺の研究所があるんだ。危険だから中には通せないけど、遊びに来てくれるのはいつでも大歓迎。よかったらフィオレーネも遊びに来る？いかん。だよね。あ、じゃあオディンジャパン今後ともよろしくね。ということで。超嫌われてる。これは今日も元気です。ジェイさん。あ、この子もそうなんや。一緒に行けるんや。スイッチでちょうど全然やってなかったかも。マジか。あ、マッソー。よくぞ来た。はい。滝木炎です。うん、将軍ギザミ。出た、ハイ忍者ソード回だ。両中、ま。全然使ってないな、総中か。使用回数ゼロや。ゴルム。あ、今日とか作れる？もしかして。ないか。ガランゴルムのガンランスもね、なんか最終的に結構強くなるよね。あ、これ拡散型ゴーガンや。バハリが戻ってきて、エルガドが一段と賑やかになりました。これを機に大域生物の拡大が少しでも収束に向かっていけば良いのですが。さて、クエストにつきましては、マスターランク3が解放されました。危険なクエストがどんどん増えています。くれぐれもお気をつけてと。はい。ってことで、うわ、オロミドロとか出てきた。ここで、3クエか。うわぁ。うわぁ。やっとあれやね、城西コーチも出てきて。楽しくなっていいだね。ちょっと今回は1クエで終わっとこうかな。じゃあさっきのね、ガランゴルムで。結構疲れた。だいぶ強かったわ、マジで。ってことで、お城の外に出たのが初めてのものですから、見るもの、聞くこと、すべてが新鮮です。ここでの経験を王国のために生かしてみせます。よく見たら結構眉毛動いてるな。金の五穀像、マジで言ってる。これ欲しいんだけど。来た、大当たり。金の五穀像。え、どんなのや。これやね、自宅自室の模様替え。ここに置けんの。五穀さん置ける、ゲコちゃん置けるよ、ここに。どんな感じ。
ほいほいと。すげえ、鉄かぶらを、ね、下に乗って。へえ、ちょっとマキンキンで見づらいけど。これ、ゲコちゃんですね。あ、魚も持って。すげえ、へえ。あ、こんなん飾るのもそういえば初めてだね。いや、マジで、スイッチ版で、狩りしかしてきてこなかったからさ。消してきてなかったから。いや、楽しいね、ちょっと、こういうのも。はい、ってことで、今回はね、ここまでご視聴ありがとうございました。あ、ちょ、なんかポーズ決めとこうか。はい、かわいい。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ちゃんと装備、何か作っとくはず。何か作っとくはず。ってことで、ありがとうございました。バイバイ。